はい、シーバー病も書いてないけど結局一緒なんよ。わかる？内容、現状把握するよね。動作分析するよね。現状把握、ここに関してはヒアリングだったりとか、痛みの具合だったりとか、それから、まあ、アライメント、機能低下のあたりを見ていくよね。なんで痛くなってんのかなっていうところは、まあ、こことリンクしながら見ていくよね。じゃあどうしたら良くなるのかっていうのは、今からこうやっていくトレーニング、こういう治療をやっていって、こういうトレーニングをやっていけば、もう過去何人もこういうふうにこうなってますよっていう形で、痛みの改善なんかは正直言ってシーバーなんか簡単なんだから、それ以上に痛みは早く治まって早くパフォーマンスアップの方にやっぱり行きたいよね。シーバーになる時点でさ、こう不安定なんやんか。だからその状態でどんだけ休んで良くなってまたトレーニング始めても上手くなる可能性は少ないよね。やったらシーバーになったことをきっかけに足を見直す、で固定をしてやる。そのことによって復帰した時に、まあ復帰した時にというか、次動作をする時にはどん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 刺激の張り方が変わってくるから、上手くなる可能性はどん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 良くなっていくよね、高くなっていくよねというところをやってやって動作を習得してやる。まあシーバーは骨の病気ね。この間で言うと、まあ小学校高学年かな、結構5年生で成長のスピードは全然違うから、3年生でもなれば5年生でも6年生でもなってくると思うんだけども、まず一つは、やっぱりこう骨と筋肉の成長のバランス、これはしっかり言ってあげてほしい。やっぱ骨は伸びようとしてる、ただ筋肉はまだ成長する段階ではないと。なってくると、まあ、縦軸に伸びる骨に対して筋肉は縦軸に縮むんやね、を性質を持ってると。だから、伸びてる骨に対して筋肉はまだ伸び縮みもしにくい状態だから、どうしても引っ張ってしまうと。それに対してある一定の部分やね、骨は、破骨と、まあ、再生と繰り返しているバランスの中で、子供たちの場合は絶対再、まあ、骨がの方が多いわけやんか、ね、破骨があって潰した後にたら、まあ、骨がのそのバランスがあって、まあ、子供たちはもちろん細胞分裂も含めて、まあ、骨がの方が多いのに、そこに対して、まあ、破骨というか潰すようなこの衝撃ばっかりが繰り返して、引っ張ってしまったりだったりとか、まあ、曲がる時にもそうやし、まあ、曲がったり引っ張ったりやね、そういう衝撃が加わってしまって、その破骨と骨がのバランスが崩れてしまうと、まあ、破骨の方がメインになってきて、まあ、骨が追いつかなくなってくると再生がしない。そのバランスを整えてやるというか、破骨の方を言ったら負担を少なくすることによって、絶対まあ、骨が起こってるわけだから勝手に治ってくるんよ。だからじゃあその部分にどうやってストレスを減らしてあげるかっていうところが大事じゃない、ね、その部分、まあ、シーバーだったら小骨のね、ところに どんだけ負担を減らしてやるかということは、で負担がかかってる動作をなくしてあげればいいんだよね。だから親御さんにはやっぱりこうシーバーっていう病気の簡単な説明してあげてほしい。まあ、大体分かってると思う、今ネットですぐ調べれるから、で、その原因としてはやっぱりこう、まあ、動作常にそこの部分に負担がかかってしまっている、もしくは緩んでしまって、まあ、グラグラの状態で、まあ、不安定だから痛みが出てる。でそこを、機能教育からしてやらないと、休んだところで、休んだら確かに破骨はなくなるから、骨がで痛みはなくなるよね、もちろんね。でもやったらまた痛いね。だから機能自体を改善しないと良くならないよと。機能を改善していく、だから治療というよりはどっちかというと機能訓練ね。まずはこう もちろん除痛の治療はしていくし、バランスが悪くなってアライメントが悪くなってたら一部分にストレスかかってるから、それは取ってあげたらいいと思うね。その後にちゃんと機能するようにトレーニングをしていくと、そこですね。だからそこに我々の価値があるので、まあ通常の治療院、通常の健康保険の内ではできないような治療をやっていく。そこにもちろん価値を感じて来てもらってるし、これからも来はると思うし、それを発信していかないといけないし、なので、そこに対してはやっぱりわらをもすがる気持ちで来てくれはるから、そこに対して、まあ、
今こうやって勉強していることを自信持って、やっていくだけですね。その順番を間違えないようにしてほしいなと。どの、まあ、治療、どの目標、どのトレーニングをするに対してもやっぱりこの流れっていうのはすごい大事で、もう一つはゴールデンサークルやね。その子のモチベーション、気持ちを上げるためには俺らがモチベーション上げるのは無理だと。一時だけのものになってしまう。ここに来てるときはなんかやろうと思うけども、家帰ってからやらないっていう子はやっぱゴールデンサークルをしっかりとうちがコントロールできてないからだと思うね。まあ、そこを自立させてあげるのがゴールデンサークルだけども、そこはまた別のところでまたやっていくけども、これも一緒、シーバー病に対して説明したはいいけども、ここでやったはいいけども、じゃあ家でやってくれるのかと。家でやらないと正直言って治らないよ、治らないよ。そこに対しては最後にこういうことを説明して、実際にうちの子で治るのはうちが治してるんじゃないと。うちは治すための方法を教えてあげてる。それに対してやるかやらない子はもう家にいる時間が長いから、そこをしっかり伝えてるので、もちろんサポートはしますけども、自分で治療、まあ、シーバー病に対して、治療に向かってるんだっていう気持ちを持ちながらやってほしい。正直言ってだから治るんですと。うちに来てる子らはだから痛みが引いていくんですと。でもその方法は教えますと。ということをしっかりとやってください。もうこれができれば内容はもうみんな知ってるやんか。なぜシーバーになるのかも分かってるやんか。どうしたらいい未来に向かっていけるのかもみんなもう勉強したよね。できるよね。だからここだけちゃんと最初にスタートの時に理解してもらって、まあ説明と同意のもとに進めていけたら治療はスムーズにいく。